動脈硬化は30歳代から進行すると言われて、中年域に差し掛かる頃にはかなりの動脈硬化に進行している場合もございます。がんや動脈硬化、認知症のリスクが心配な方は、堂島ライフケアクリニックへご相談ください。